どうも、ヌヌです。ドラゴンクエストヒーローズ2続きをやりたいと思います。今回、ダーク帝国のバトルの続きからスタートですね。結構前回のバトルが長かったので、戻ってきて、まあいろいろと見てみたんですけど、結構お金も稼げてたし、いい感じでした。ダラルの旗よ。きっとあそこにダラルを。無駄！下がったろ！お前はモーリアスを死ねえ。セザール、上からも来るぞ。ヘルノーク王もお出ましか。二人揃ってダラル王の親衛隊ってところだね。侵略者の配下になり下がるとは、貴様だ。王としての誇りは捨ててしまったようだな。殺す、ダラル王のため。これはバイト金。殺す、ダラル王のため。こっちはジャミラスみたいな。正気を失っているみたい。ええ、とても説得できるような雰囲気には見えませんね。なら思い切ってぶっ飛ばすまでだ。行くぞ。どうしよう、出てた。モーリアスを何でも置くのか。こいつは厄介な組み合わせだね。力と速さのモーリアスを、呪文の使いとフェルノークを連携して攻められたら大変だわ。早くどっちかを倒してしまわないと。そんなに攻撃痛くないけど。つられて踊らされる厄介な相手です。踊るのは好きだけど、踊らされるのは嫌。さっさとやっつけちゃいましょう。これマジ殺す、ダラル王のため。切り裂かれる、消し積みになるがいい。行くぞ。回復しづらいと。厄介だな、結構。行くぞ。ベルノコーノがタフじゃない。やっぱ HP 低いかな。パペットマンたちは来すぎだろ。ベルノコーノ体力は残りわずかです。気を抜かずに行きましょう。これを怒らせたようだな。見であったら慎重すぎるわよ。さっさとヘルノークをやっつけちゃいましょう。知るがいい。アルテラソード。終わりだな。やるじゃねえか、モーリアスを。もう一息で倒せそうだぜ。気を抜くなよ、ハッサン。奴はまだやる気だぜ。任せて。よし、フェルノーク終わった。よし、なんとか片方はやっつけたな。この勢いで一気に終わらせるぞ。行くぞ。エレメント攻撃。任せといて。
行くぞ。上出来ね。魔物の王様たちも何かのコンビネーションだったけど、私たちの方が数枚上手だったわね。モーリアス王もフェルノーク王もなんだか様子が変だったわ。あの喋り方は普通ではなかった。王たちに何か異変が起きているのかもしれん。またダラル王にも何か妙なことが起きているのかもしれないな。とにかく早くダラル王に会ってはっきりさせようぜ。ダラル王？ダラル王、親玉のご登場だよ。奴を倒せば俺たちの勝利だ。さっさと決着をつけて戦いを。あれは魔物の扉？すごく大きいけど。来るぞ。なんだこいつ。ちょっとこんなバカでかいのは反則よ。何事にも常識的なサイズってもんがあるでしょ。一体どうやって対抗したらいいのかしら。俺たちはやれることをやるだけだ。よし、一気に耐え切ってきたぞ。天使様やオレンコ王、クレティア女王が待機されている場所までここから一本道だ。そこを抜けられたらクレティアは目と鼻の先、つまり絶対にあのデカブツをこれ以上進ませるわけにはいかないってことさ。ここで何としても奴を食い止めるぞ。正義は我らにあります。どうやって？さあ、行くわよ。出番でしょな。任せて。こんな奴は初めて見るぞ。任せといて。やっつけるどころか止めることもできないなんて。これだ、氷を持ってくんない？氷を、みんなここであいつを止めないとオレンカオのところにまで行っちまうぞ。分かっている。我らに任せろ。氷を包囲、戦闘態勢に入れ。オレンカ軍の誇りにかけ止めるのだ。全然減らないんだけど、守備が。攻撃がほとんど効いていないな。どうやらでかいだけじゃねえみたいだな。ちょっとやばい気がしてきたぞ。
てくる。オレンカに栄光あれ。それはたくさんの兵士さんがあっという間に。セザール様、よくぞご無事で。ここは我々にお任せください。させくださいってさ言うけどさ、これこれよ。ダメージになってないんだよね。これ無理だろう。これこれよ。だって全然ダメージ与えても減ってないもん。できないなんて。なんとかなんとかしなきゃ。もう一度俺たちで突っ込んで。オレンカオより伝令、速やかに国境地帯まで撤退せよとのこと。言われずともそうするほかない。急ぐぞ。境界だ。ここ抜けられちまったらあっという間にクレティアが陥落しちまうよ。そのようなことは許してなるものか。なんとかしてここであいつを止めるんだ。くそ、何かいい方法はないのかよ。一体どうしたらいいのかしら。あんなに大きな魔物、普通の攻撃じゃびくともしないわ。みんな落ち着くのだ。そなたたちに頼みがある。今すぐ霊峰霊源へ向かってほしい。彼の地の頂には古の大戦争を終結に導いた伝説の兵器が眠っているという。な、伝説の兵器ですって。それを手に入れさえすればあの巨大な魔物にも対抗できる。ですが王様、魔物はすぐそこまで迫っています。山に登って兵器を探してる時間なんかありませんって。心配ない。私が時間を稼ごう。時間を稼ぐ。でもどうやって。ちょっとどこ行くのよ王様。俺かを無茶だ。
ジャイワールの若き王子、大切な民を守り抜くのが王というものだ。それに私には策がある。これ王様メガンテした？滅びの宝珠を使ったんだ。オレンカ王が手にしていた光の玉、あれはオレンカ王家に代々伝わる秘宝。光の力を持ち主に与えるという。が引き換えに持ち主は命を失うのじゃ。オレンカ王は滅びの宝珠を使う覚悟を持ってこの戦いに挑んでいたということじゃろうな。命がけで古の大戦を終わらせたナジブもきっとあのような男だったのだろう。みんないつまでも悲しんでいてはならぬ。オレンカ王はその他たちに大切な使命を託したはずじゃぞ。霊峰霊源に登り、伝説の兵器を手に入れることですね。それがどんなものなのかは伝わっておらぬが、千年前の大戦争で恐るべき威力を発揮したと聞く。先ほどの巨大な魔物が瓦礫を突破し、再び姿を現す前に手に入れねばならぬ。オレンカ王の意志に報いるためにもな。デビオに戻ってきましたね。ご協力お願いします。癒しの石を求めて。あれ、小さな鱗1個持ってるよ。これも持ってるね。あ、これは倒したことがある。来てはないね。また来てくれよな。おや、この人のクエストをやることによって武器とか防具とかが増えるんだよね。ご協力お願いします。万年雪は多分先だな。この先で手に入りそうだね。お気をつけて。
りあえずゼビーをまだ持ってきたので早速レーゲンへ行ってあれとこうやっていけばいいんだ。ちょっとこのゼビオンの街から何度も見てるはずでしょ。レーゲンはその門を出て雪原を抜けたところにそびえる雪山だ。時間はないが街を出る前に装備をしっかり整えておきな。オレンカの王様のために我が輩はもっともっと強くなってみんなと一緒に戦うであります。ホミロンのホイミがベイホイミにパワーアップした。ありがたいね。どうしようかな。パーティーメンバーマーニャを変えようかってか、なんかどうしよう。ん、王者の全域の地図を手に入れた。地図が増えたね。やれやれ。行くがよい。あら、いらっしゃい。パーティーメンバーはテザールとコルネコと、じゃなくて一仕事エリーにしてみようかな。また寄ってね。アーニャさんに装備してるオーブをピンとして、いるわ。アリベルか、それはいいか。はい、というわけで今回はここまでにして次回続きをやりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。